ドラマキング、クォン・サンウ、ラブコメクイーン、チェ・ガンヒ、夢の共演。行動派刑事と頭脳派おせっかい主婦がタッグを組んで難事件をすっきりお片付け。韓国で視聴率1位を記録した生活密着型謎解きラブコメディ。推理の女王は2月衛星劇場で放送スタート。推理の女王は推理オタクの主婦と熱血刑事がタッグを組んで事件を解決していくという謎解きラブコメディです。検事の夫と小うるさい姑に仕える一見平凡な主婦ソロクですが、その裏の顔は警察官になるのが夢だったという超のつく推理マニア。ある時、交番所長の前で鮮やかな推理力で事件を解決して以来、所長から頼りにされる存在になります。一方、血気盛んすぎて交番勤務に左遷されてきた刑事のワンスン。主婦に何ができるんだと最初は反発していたんですが、ソロクの推理力を目の当たりにして彼女に協力を仰ぐようになるのでした。推理オタクの主婦と第六感が冴える肉体派の刑事、寄ると触ると言い合いばかり。賑やかな二人は喧嘩しながらも捜査となるとシナジー効果で見事に事件を解決していきます。このドラマは特にヒロインのキャラクターが際立って面白いんです。姑に気を使いながら窮屈に暮らしているんですが、事件のことになるといても立ってもいられず、目の色が変わってちょっとつ盲信、何度もワンスンを慌てさせます。でも瞳をクリクリさせて一生懸命で、なんかいじらしいんです。弱点は姑で、何があっても姑からの電話は無視できず、なんとか言い訳をしながらも捜査に当たるというところが笑えます。また推理マニアだけに観察眼がすごいので、その鮮やかな推理っぷりが見ていて痛快なんですね。演じるチェ・ガンヒのキュートさも相まって、愛すべき推理オタク主婦になっています。コン・サンを演じる刑事もひょうひょうとしていますが、実は17年も恋人を忘れられない純情さを持っていて、ぶっきらぼうだけど優しくて、なんだかんだ言ってもいつもヒロインを助けてあげるところが頼もしくて魅力的です。このドラマは扱っている事件やそれぞれが抱えている事情は重いんですが、二人の軽妙なキャラクターとやり取りが魅力いっぱいで、明るくライトな捜査ものとして楽しめます。どうぞお楽しみに。推理の女王は2月14日水曜夜11時スタート。どうぞお楽しみに。